どうも銀次郎です。今日はですね、ちょっと自分が、僕個人的にやってる、瞬発力のトレーニングを一部見せようかなと思います。ちょっと今バイクのインターバルちょっとやってちょっと疲れてるんですけど、ちょっと今日時間あるので、ジャンプの動画を撮っていこうかなと思います。今日はもうボックスジャンプで、プライオメトリック、ちょっと筋肉の伸び縮みの、強化をしていきたいかなと思います。で、今日はちょっとそのただのボックスジャンプ だけじゃなくて、そのプライオメトリックなので、バウンド、簡単に言えばバウンドの、組み方でやっていきたいかなと思います。まずはちょっとウォームアップで普通のボックスジャンプからちょっとずつちょっとずつ、バウンド連続でやっていく感じでやっていこうかなと思います。こういうふうに必ずウォームアップをしっかりやっていくのが大事かなと思います。いきなり急にバウンドガガガってやっていくと良くないので、普通のボックスジャンプちょっとやって、そこから切り返しを早いジャンプやっていくといい感じにアップできるかなと思います。で、次はちょっとこういうふうにボックスを2つ、こっちから降りて、で、こっちのもうちょい高い方にジャンプするんですけど、これ何を目的でカットしてると、そのジャンプして着地からの切り返しを早く、筋肉の簡単に言えばその伸び縮みを素早くできるようにしていくって感じですね。その、ジャンプに必要な筋肉の伸び縮みの反射と、パワーのアウトプットをちょっと強化していきたいと思うので、このポイントはしっかり着地からの切り返しを早くすることですね。着地して止まってからジャンプではなくて、もうバウンドする感じでやっていきましょう。これインパクトも、結構ダイナミックでしっかりウォームアップしないといけないので、体温めてからしっかりやるようにしましょう。で、僕が個人的にやるのは、大体3回ぐらいのジャンプでセット組んでます。で、今は20インチから24インチのボックスだったので、次は20インチから30インチにちょっと変えていきたいかなと思います。目的は必ず高く飛ぶことですね。高く飛ぶ、ジャンプして膝を上げるだけだったら、意外と8割ぐらいの力で膝を曲げて上げちゃえばボックスに乗れちゃうので、どっちかというとしっかり高さを出していくことを集中してやっていきましょう。で、今日の、この感じでやるときはもうボックスがジャンプして降りるのではなくて、もうステップで降りて切り返しをしっかり集中します。で、ボックスの高さを調整すれば、高ければ高いほどインパクトが大きいので切り返す力も必要になってくるので、次は20インチ24、24っていう風に2回のジャンプでやっていこうかなと思います。
まあ、なぜ、30か3、30インチか24に3つ目をまた1回下げたというと、まあ、24インチか飛び降りたのは、今のが最初のセットなので、まあ、ウォームアップとして、最後の飛び乗るボックスを1個下げておいて、まあ、ウォームアップってことですね、簡単に言うと。そう、背になれたら24から降りるのと20インチから降りるのとまたちょっとインパクトが違うんで、まだ1セット目で次もう1回やろうかなと思います。20、24の高さで。でこういうプライオメトリック、こういうバウンド系のはしっかり腕もつけていきましょう。 全身のまあ連動性なんで、結局ジャンプっていうのはだから腕もしっかり使っていきましょう。でボックスの距離感間違えないように、近すぎちゃうとやりづらいし顔面ぶつけそうだし、手がボックスの端にカツンってなるとめっちゃ痛いんで気をつけましょう。次は20、24、30でいこうかなと思います。でこういう系のトレーニングやるときって、まあ、スピード落ちてきたり、もう切り返しが遅くなったり、高さが出てきてないなって思ったらもうストップした方がいいです。疲れるのが目的じゃないので、そこは気をつけましょう。そこで疲労感っていうよりはもう結構こう神経が活性化されてるぐらいでストップするといいと思います。で、まあ、こういうふうに、まあ、ボックスが落ちるというかステップしてそのバウンドを切り返すっていうのは、まあ、ある意味ちょっと慣れてないといけないので、高さをまずそこまで高くせず、ちょっとずつちょっとずつ、まずは最初自分の、スクワットから軽くホップして切り返す練習でもいいと思います。特にまだ初心者の方とか慣れてない方は、高いところから降りず、ちょっと自重で軽くスクワットの体勢に落ちて早く切り返す感じでいいと思います。だんだんこの慣れてきて、ちょっとずつちょっとずつこうボリュームを増やしていって、強くなってきたらボックスが降りるといいと思います。正直このプライオメトリック、こういうジャンプ系、あのバウンド系っていうのは結構初心者にはちょっと難しかったり、関節とかにもちょっと慣れてないと負担かかったりするので、そこは気をつけてください。最後ちょっとドゥルン、僕は前測ったやつなんですけど、最後はじゃあちょっと前、僕が前測ったラインなんですけど、テープ3つあると思う。これですね。ちょっとなぜか白テープしかなかったので、上の2つは白なんですけど、青、白、白ってちょっとまあ見えづらいですけど、確か上の白が285だったので、まあ、久しぶりにちょっと助走ありで測っていきたいかなと思います。ではでは、他に質問とかある方はぜひ聞いてください。今後ちょっとまあこういうジャンプ系の自分がやってるのもちょっと紹介できていったらなと思うので、お楽しみに。